い、どうも良平です。前回のハイライトになります。前半戦ハイライトですね。ラガーズ公式戦関東草野球リーグ4部決勝戦の様子です。はい、こちら得点シーンの前にまず翔平の1打席目、ガツーンと打った打球が、これがライトの裏に落ちる。これで一気に三塁になります。そして3番ウリュウさんのところでサードランナーがホームイン、1点を先制します。ナイス叩き。はい、そして次4番の谷中の打球もライト後方へ越える。この当たりでウリュウさんが帰ってきて2点を先制します。はい、そしてこちらは失点ですね。失点の場面、ランナー1塁から3番バッターに右中間を抜かれてしまい、これで三橋さんに1点が返ります。そしてここ、はい、私良平がやらかしましてパスボールでさらに1点同点となってしまいます。これは本当に、ね、痛い失点でしたね。面白かったです。はい、そして翔平がマウンドへ上がるために元からグローブを手にします。さあ、本日は翔平のマウンドからです。ということでね、ハイライト見ていただきましたが、本日は、改めて関東草野球リーグの、4部決勝戦になります。この回からマウンドには翔平が上がります。さあね、この日のためにいろいろ体もケアしてきたので、なんかリカバリーガン使ったりとかね、いろいろやってたので、はい、久々のプロスタのマウンド楽しみながら抑えていってほしいです。翔平さんは、今で言うベルナ、東京ドームで投げたことがあるのかな。はい、注目の初球、これ初球ボールなんですけどね、いつもより球出てますね。スピード、ナイスボールです。さあ2球目、これも大きく外れてボール、ただ130キロを記録です。走ってますね、ナイスピッチ。まあただね、そろそろストライクを入れたいところ。さあ何を投げる、さあこれがふわっと、はい、いいパスでストライク。カウントをねちょっとずつ整えていく、まあ、この後に投げるボールが重要ですよ。はい、そして3ボール2ストライク取って、これまた大きく外れてしまい先頭を歩かせてしまいます。ちょっとねまだ緊張してんのかな。1人目フォアボールで出したところで、これキャッチャーナイス反応。いやー、桑原ナイスキャッチですね。キャッチャー本当に見づらかったはずなんですけどね、いやよく動いてくれました、ナイスキャッチ。はい、ワンアウト取ったところで、これも外に大きく外れてしまいます。やっぱ肩軽すぎるんでしょうね。はい、鬼スラで空振りを奪う。ちょっとなんかいつもの肩より軽いからって感じしますね。そしてこれショートゴロ、ゲッツー取れるか。ただファーストはセーフ。ただね、一つアウト取れたのでツーアウトになります。ベテランの西さんも懸命に投げたんですが、ちょっと惜しかったですね。はい、ツーアウト取って、129キロ出てますね。この高めに行くボールを抑えきれれば、これが自打球でファール。いや、これでまずはストライク取れたんですね。これでワンボールワンストライクなんですが、ここでバッテリーエラーで進塁となってしまいます。ただね、ゾゾ後ろ広いんですけども、強肩桑原の抑止力で三塁までは行かせずと。はい、そして三投のところ、桑原が握れない、惜しい。肩は強いんですけどね、握り替えがちょっとここはうまくいかず三投許して一気に勝ち越しのピンチとなってしまいます。さあ、3ボール1ストライク、これがレフト下がって、石田さんがナイスキャッチ、ピンチを脱します。いや、無失点 OK。 さあ、ピンチの後にチャンスあり、無失点で流れ来るか。先頭は2番の翔平から、これ2ボールからアウトコースにいいボール決まりますね。はい、そして、はい、3ボール1ストライク、これ変化球ですね。スライダーが本当にいいピッチャーでしたね、お相手の方。ただこれ外れて勝ち越しのランナー出塁になります。さあ、ここから中軸に入っていきます。3番好打者ウリュウさん、ピッチャー返し、そしてセンターへ抜ける。
ナイスバッティング。これでノーアウトランナー1、2塁のチャンスになります。さあ4番矢高、ここまで投打でチームを引っ張ってきてくれた矢高、返しちゃってくれ。初球これ変化球でストライクとなります。さあワンストライクになって、これ引っ掛けてサード踏んでアウト。ただ他の塁には投げられず、まあね、でもちょっと進塁できずワンアウトっていうのはちょっと痛かったですね。さあ首位打者柴田さん、ここで1本いってほしいところ。これがガツンと、いやゴツンと、これがファーストの裏に落ちる。そして2塁ランナーウリュウさん、激走激走激走、ホームイン、勝ち越しのホームインです。いや根性で持ってったよね、ベテランの一打、意地の一打です。ナイスバッティング。そして途中出場最年長西澤さん、初球から振っていく、最年長とは思えないスイングです。ワンボールツーストライク、追い込まれましたね。さあここで外野フライでもさらに追加点の場面です。ハイト、よいしょ。さあこれが外野ライトへ上がる。そして谷中がスタートを切ってヘッドスライディング、犠牲フライでさらに追加点。しっかりとね仕事をしてくるあたり、さすがベテランの力といったところです。ナイスバッティング。そして後続は打ち取られ2点差で最終回へ。6回なんですけど、ちょっとまあ間草のルール的には、1時間半で切るというルールなので、この回が最終回になります。もちろん最終回も翔平がマウンドに上がります。この回を抑えて胴上げ投手、そして勝利投手の権利を持ってますね。さあ2つ一気にかっさらってこれるか、なんとかね抑えてほしいですねこの場面。そして桑野の送球も OK、 いいですね、抑止力ありますね。さあ先頭、最終回の先頭のバッター、これが外に外れてボール。これ変化球かな、117キロなんで、それか置きに行った、いや変化球ですよね。はい、いいボール、威力あるまっすぐ、129キロ出てますね。さあワンボールワンストライク、シャウトとともに134キロ、この日両チーム最速じゃないですかね。まあただね、ちょっとこの場面で欲しいのはストライク、ちょっとベンチもガイガイって言って申し訳ないんですけどね。はい、なーん、いいファス決まらず、そして振ってこず、スリーボールワンストライクとなります。さあ歩かせたくはない、これがライトへ弾き返される。いや、うまいバッティングですね、これはお相手を褒めるしかない。ナイスバッティング。はい、ノーアウトのランナー出てしまいました。ただね、ここから抑えていきたいところです。これも高めに抜けてしまいます。この日はちょっとね、高めに抜けるボールが多かったんじゃないかなと思っています。これ、いやー、クワキャッチャーナイスブロッキング、いいですね、進めません、ランナーを進めさせません。ただ3ボールとなってしまいます。どうにかして抑えたい。これも大きく外れてボール。そうです、試合前に切れ出すやってたみたいで、まんまと切れ出すマジックかかってるんですよね。だから球は生きてるのは確かにあると思います、そのおかげで。ただちょっとストライクが欲しいところで、なおかつ緊張してたと後で言ってましたね。これも外に外れてボール、スライダーかな今のボールは。さあなんとかストライクが欲しいところ、これはいいですね、まっすぐでカウントを整えてきます。ワンボールワンストライクとなって、お次の球、さあ何を投げる、長く持って、また、そうですね、ちょっと浮くボールが多いですね、肩軽いんでしょうね。以前も翔平さんと組んだ時に、肩軽いといつもの感覚じゃないと抜けてしまうとかいう話もしてたので。はい、そしてこれフラフラっと上がった打球がまたもやライトの前に落ちる。ただ矢中がすぐバックホームをして、まあランナーは帰ってきませんでした。ただノーアウト満塁のピンチですね。
ここでまたまたちょっとラガーズ守備のタイムを取っております。まあね、野手でしっかりと連携して翔平さんを盛り立ててほしいところ。ベンチも声出しますよ。さあノーアウト満塁、ここからどう抑えていくか。ボール球なんですけども、威力で空振りを奪います。129キロ。いや今日出てるな、スピード。本当にスピードが出てるとあそこの球をねスイングで取れるので、そこはやっぱ肩が軽いっていうのはいいところなので。はい、そしてこれ、この日最速135キロ出ました。本当に走ってます。さあね、これであとストライクが取れればもう言うことはないです。さあお次の球、これも高めのまっすぐで空振りを奪う。いや130キロ走ってますよ、だからストライクが取れる。いや、ストライクが取れる、空振りが取れる。さあ追い込んで、これもまたフラフラと上がった打球がまたもライトの前に落ちてしまう。ついてないな、ついてないのか、流れが三橋さんに行っているのか。またもポテンヒットでね、1点奪われてしまいました。そして続くノーアウト満塁のピンチ、これも高めのまっすぐを空振り取っていく。133キロ。さあワンストライク、先に取れましたよ。はい、アウトロー2球で追い込みます。これも130キロ出てます。さあ3球で行くのか、1球遊ぶのか。これ外のボールで空振り三振、ワンアウト。まずワンアウト取りました。でかいっすね、やっとアウト取れましたね。これで少しは楽になったかな、翔平さん。はい、これもアウトコースでストライクを取ります。130キロ。さあまたクワも外に構えている。これすっげえスーパーブロッキング、すごいな。これはマジでベンチもみんなこれはすごいって言ってました。ナイスブロッキングです。さあ2ボール1ストライクとなります。さあ緊張してるか。またも高めのまっすぐでストライクを取ります。ただねこれストライク入ってるわけじゃないんですよね、まあ、でも威力があるんでそれでストライクが取れています。そしてこれ、よいしょ、じゃあストロッキー見逃し三振。133キロアウトコース。さあここを抑えれば優勝です。これ外初球外れてボール、これ抑えれば勝ちなんですよ。抑えれば勝ち、ただ1点取られてしまうと抽選、2点取られてしまうとさよなら負けになっちゃうんですよね。はい、これがファール。おおお、ベンチ全員外出てんな。この時ね、僕もベンチいたんですけど、みんな外出てました、本当に。はい、そしてまっすぐで追い込みます。134キロ。おお、飛び出し準備 OK ですね。ベンチみんな準備してますよ。キャプテンも準備してます。クールな谷田も準備してます。はい、追い込みましたよ。さあ何を投げる、ここで決めに行くのか、それとも遊び玉あるのか。おお、外す。ベンチがうるさくね、外しますね。さあもうヒヤヒヤですよ、ベンチも。さあ改めてラストボールとなるのか、遊び玉となるのか。はい、これで関東国際クリーグ4部第30回記念大会優勝でーす。さあみんなマウンドへ行きます。このはしゃぎよう、それはそうですよね、優勝ですからね。最後ハラハラしましたが勝てて本当に最高です。そして最後の記念撮影、みんなね最高の笑顔でラガーズ L ポーズしてますね、いや本当にみんないい顔してる。そして若手の活躍もね、本当にベテランから若手まで全員が活躍して掴んだこの優勝だと思っております。そしてここはベテランと中堅メンバー、みんな26以上かな、みんな26歳以上で、はい、そしてここはもうずっとね長年10年ぐらい
支えてくれたベテランの方たちでした。最後は胴上げシーン、飯島監督を胴上げできて本当に最高でした。来シーズンより、より上を目指して、ラガーズ、翔平 TV ともに戦っていきます。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。ラガーズ来シーズンも頑張るぞ。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。